しんのすけの部屋。3月に入りまして、あったかくなったのはいいんですけれども、一方で花粉症が去年に比べて非常にひどくてですね、右左両方の穴が詰まっていて喉をやられてしまいました、しんのすけでございます。さあ、時事問題ですね。はい、今回の時事ネタは、先日福島県沖を震源とする最大震度6強の地震がありましたが、昨日じゃないですか。はい、しんのすけさんは地震が発生した時一番最初にやる行動は何ですか？一番最初にやる行動はやっぱ身を固めますよね。身を固めて、昨日の場合は、布団ですね。布団をいつでもかぶって、この布団で果たして何かが落ちてきた時に大丈夫かどうかの確認をしましたね。はい、で以上かな、以上です。避難経路とは、ああ、だからそういう、だから逃げることしか考えてない、基本。うん、要は身を守ることしか考えてない。あの、人生やっぱり死んだらおしまいなんだよって僕はそういう考えなんで、あの、とにかく生きるために必死です。地震が起きた瞬間は、いや、ガチで、これね、僕日常生活でも一緒で、やっぱり横断歩道を渡る時なんかもやっぱ小走りになりますし、やっぱ引かれるわけにはいかないじゃないですか、責任がありますから。だから、なんだろう、なるべくこう周りが見えるような、かなり慎重ですよ。まあビビりっていう話でもあるんですけど、はい、結構びっくりされました昨日。いや、あ、縦揺れ、まあドーンって来たわけじゃないんで、そうでもなかったですね。とりあえず大きいな、どっかだな、どっちだ、あ、東北かそれとも関西かっていうふうには思ったね。意外と冷静ではある、はい、ではあった。はい、以上。はい、はい、しんのすけの部屋。じゃあ通常の質問いきたいと思います。ザ・スローワールドさん、しんさん、いろんなパチンコパチ掃除戦動画ある中で、普段どういうチャンネル、もしくはどの演者の動画を見ることが多いんですか？あと、初代サラリーマン番長、勝敗関係なく記憶の中で一番印象深い実戦を教えてくれると嬉しいです。実戦動画はね、見ないんだよね。人のは本当に見ない。サスケのは見ますよね。サスケのは見る。あとは、見ないな。本当に見ないな。なんか最近のパチスロ動画ってどちらかというと、バラエティ動画ですよね。パチンコパチスロ動画っていうよりは、バラエティな人が、パチンコパチスロ打ってるなっていう、そういう印象。そのパチンコでありパチスロであり、やっぱり我々ね、あいつらと向き合う時っていうのは、まあ未然に起きて打つわけじゃないですか。もうこう、いいとこう苦虫がこうね、っていうこう右翼曲折があって、やったーみたいなっていう中でも、やっぱりパチスロであれば設定があって、こうね、でパチンコであればやっぱ流れがあって、なんか今日は流れいいなとか悪いなとか、そういう喜怒哀楽を僕は伝えたいなっていうふうに思って、常々演じてはいないんだけど、まあ素のまんまでやらせてもらってるんですけど、なんかなんだろうねそんな感じ本当にうん、だからあんま見ないんですよ。はい、全然見ないです、本当に見ないです。はい、でサラリーマン番長ね、一番印象深いのは、仁王門のベストバウトっていうのがあって、もうそれこそ50ゲームぐらい仁王門を叩いたやつで、ね、最終的に成功したやつはすごい記憶に残ってますよね。でその時ちょうどね、カメラマンがあの席を外してて、僕一人でこうやってあの三脚持ってこうやって打ってたんですけど、まあ長かったよね。でもやればやるほど絶対これ通さなきゃいけないっていう気持ちが強くなってて、最終的に通せた時は本当に嬉しかったです。はい、さあ続いて、チワメンコイさん、質問は、番長3が完全撤去された後、今だから話せる番長3の思い出、裏話をぜひお聞かせください。結局ね、僕2022年番長3打てたのおそらく1回だけなんですよ。ぶちうさめスルスル言ってて、まあぶっちゃけ番長3面白いか面白くないかで言うと、はっきり言いますよ、面白くなかったですよね
うん、まあ数ある初代番長とか番長2とかサラリーマン番長大隅さお番長シリーズの中で番長3面白かったかっていうと、そうでもなかったかなとは思う、改めて振り返って、うん、ただ番長3のいいところっていうのはその設定6以外でも設定5絶頂対決への夢っていうところで、やっぱ他の番長シリーズにはない魅力は詰まっていたのかなっていうふうに思います。ただその前兆の作り込みであったりうんぬんかんぬんっていうのはどうだろうね。だから出玉性能ありきで番長3は面白かった。ただ番長3自体のその出玉性能抜きにしたゲーム性っていうのはまあ語る必要もないんでしょうけど、それも一緒くたんなんでね、出玉性能ありきなんで、そのベルのシステムっていう部分はやっぱり、そう考えるとゼロはすごい秀逸ですよね、番長ゼロは、その瞬間的にその1000枚オーバーっていうのが見れる、ね、でゼロモードをしっかりこう取っとけばさ、あの低設定でもそれなりに形になるじゃないですか、っていう意味ではまあゼロの方がいいかな、割とね僕その日その日を生きる、過去は振り返らないっていう性質なんで、ですね、はい、いう感じ。次アイリュウさん、解析の出てない番長ゼロの設定差ってありますか。個人的には青菜の比率だったり弱者のゼロゼロ降格移行率、まあ、弱者は 40%60% ですよね、夕方 60% 通常モードで選択される到達ポイント、まあ、これも多少、まあ、ビビってある設定差はあると思います。判別、この前ねゼロ打ってたんですよ、カッパンド1回も出なかったんですよ、1回も出なかった、でもうひたすらウパル、もうずっとウパル、おおで、しまいには通常いただき持ってきて 5? みたいな。でも冷静に1なんだろうねあのカッパンドは偶数しただから、オスオスコインからのカードの振り分け早く知りたいですよね。ゼロモードの当選率、俺はわずかながら設定差あると思ってる。俺6打ったことあるし、やっぱ1も打ったことあるんだけど、1はまあ当たんないのよ、ゼロモードいようがいまいが。だからワンチャン、そうね、アラジンエースの探知からの降格移行ぐらいの設定差はあるんじゃないかなって思ってる。6だと 55% ぐらい、ゼロモードで通す割合が。で1は 37.5%。 そんな低くない？50はあると、最低でも50はある。でも 45% ぐらいである可能性はあると思うんだけど、そんな気がするな。じゃないと初当たりの差が出なくて、結局やっぱりメーカーは何を一番重きを置いて作ってるかっていうと、設定1で抜けること、これ僕らにしてみたら耳が痛い話なんですけど、やっぱりね、設定1でしっかりと利益取れないと、使う方のホールはね、40万とかで1台買って、その機械代を回収できないわけよ、1でしっかり抜けるような台じゃないと。だからあのかの 5.95kg のディスクアップとか、あれとかほんとすごいなって思ったんだけど、一向に機械代を回収できないパチスロとかもやっぱあるわけですよ。だからやっぱり AT 機がなんで これだけね、あのブーブー言われながらも出てくる理由かっていうと、1でしっかり取れるんですよ。で1で夢を見せることもできるっていうので、やっぱ AT 機が盛り上がってこその今後のパチスロだと思うんですね。はい、いう感じです。ノバさん、ゼロがホールに登場してから3週間、2月のだから3週目ぐらいですか、叩きどころが多くチャージ中の音も最高、自分はゼロ畑の 5.1 分の1のゼロゾロがとても楽しい。俺全然楽しくない、全然弾けないから。番長ゼロの好きなとこ、叩きどころなどありましたら教えていただきたいです。最近ね、チャージが楽しくしょうがない。まあいつでも楽しいんだけど、チャージ楽しくなかったらどこが楽しいんだろうっていうあれなんで。でここのとこ立て続けにあのいただきチャージ国士画面の赤背景を3連続で引いたい、3連続は言い過ぎだけど3回引いたんですよ。 で2回結果出てるのね。チャージレベル3だとゼロゾロ確率が確か12分の1だったじゃないですか。チャージが自由ゲームだから、まあ
油断すると駆け抜けるわけですよ。10ゲーム、せっかく12分の1で0ゾルするっつってんのに。で、最初に赤背景引いた時は9セット。で、2回目が7セット。で、昨日、それこそ昨日ですよ。駆け抜けましたよね。ほんとね、なんだろうね。だから本当にそこの、ね、チャージ中にいかに零役、あといただきロード中にいかに零役、ゼロ揃い、いかにそのあれするかっていうのをモヤモヤしながら、だからかなりね、角度はすごい重視してますね。あのレバーオンの角度、やっぱ男と女も角度が 大切ですけれども、やっぱりね、我々とパチスロも角度がすごい、やっぱね、気持ちいい角度ってあるから、ね、この角度だとなんかちょっと痛いんだけど、この角度だとすっごい気持ちいいみたいな、これだと気持ちよすぎてみたいなね、そういう卑猥なところあると思いますんで、そこを追求やっぱしていきたいと思いますね。はい、ということで終わります。お疲れ様でした。